こんにちは、トイズガオです。はい、いよいよ、2月11日日曜日から怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー始まりますが、その前の日の土曜日にはルパンレンジャーパトレンジャーのおもちゃがね、大量に発売されるんで、今からもう待ちきれないという感じなんですけどもね。一部のお店の方でね、試しに遊べるものが置いてあったりするんですけども、ちょっと僕は行けなかったんでね、今回はこちらのテレビくん3月号の付録のこちらのね、ルパンレッド&パトレン1号 VS なりきりセット、こちらをね組み立てて予習しておこうかなと思います。これはこのね、 VS チェンジャーというのが基本の武器と変身アイテムになりますんで、その変身アイテムのルパンレッドとパトレン1号のこのね、トリガーマシン1号とレッドダイヤルファイターが入っていますので、こちらをね遊んでいきたいと思います。ちょっとその YouTube の方でね、変身の動画とかも上がっているので、そちらも参考にしてね遊んでいきたいと思います。それではこちら付録を組み立てたいと思います。はい、ということで完成いたしました。まあ割とね、細かい作業も多かったんですけども、このね、こちらのダイヤルファイターがここにねくっつくという、マジックテープでくっつくというね、ギミックもあります。そして本物と同じようにね、このようにぐるぐる回転するギミックもあって、変身するところをね再現できます。はい、ではまずはこちらのね、こちらが VS チェンジャーのね通常のモードですね。ここに若干トリガーがふわっと浮いていてですね、ここを押すとトリガーを押しているような感じになりますね。で、まあ上下に回転します。まあ一回転するんですけどもね、まあ、劇中では上向いたり下を向いたりしますね。まあ、ここのレバーは何も押したりできないんですけどもね、まあ、ここを握って回転させるという感じですね。そしてこちらがトリガーマシン1号。そしてこちら、レッドダイヤルファイターになります。こちらが、マジックテープでね、このようにくっつけて、トリガーマシン1号をここにくっつけたら、下を向かしてね、変身します。そして、レッドダイヤルファイターをつけたときは、上に回して変身します。それでルパンレンジャーですね。はい、ではちょっと変身のシーンをね再現してみたいと思います。まずはルパンレンジャーの方から。本業の時間だ。私たちの願いは一つ、たとえ誰かが倒れても残ったやつが願いを絶対叶える。怪盗チェンジ、レッド010マスカレーズ、怪盗チェンジ、ルパンレンジャー。はい、ということでルパンレンジャーに変身しましたね。まあこの後ね、マシン召喚というか、このまあこのダイヤルファイターを飛ばして出撃させるんですけども、飛べっていうのがあるんですけどもね、それはちょっと省きます。続いて警察戦隊パトレンジャーに変身。国際警察の権限においてギャングラーおよび怪盗に対し実力を行使する。警察チェンジ1号パトライズ。警察チェンジハッズレレレレレパトレンジャー。はい、こちらパトレンジャーに変身しました。はい、ということで、今回ねテレビくんの3月号の付録ダブルレッド完全なりきりセットで遊んでみましたが、
このやっぱねこの回転のギミックがあるということでね、とても楽しく予習ができたかなと思います。もう今週末には発売されるんでね、まあそれが、まあ、入手できた、それでね遊び倒していくことになると思うんですけども、まあそれまではこちらでね、じゃんじゃん遊んで変身シーンを再現してみたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。